瀬戸康史のマイクラ PC 実況。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。今日もですね、楽しんでまったりいきましょう。いやね、前回からねプレイしてませんよなので、あれ、おお、めちゃめちゃ雲の上にいますね。はい、みさき TV さんです。おはようございます。ジャンプジャンプジャンプ、めっちゃ高いところジャンプ。ここで死ぬとやばいぞ。ベッド壊してるから、ここで今死んじゃうとものすごい多分戻っちゃうと思います。今日は、とりあえず村見つけたんで、その周りをね探検してみたいなと思います。まあ上から見るとこんな感じです。あっちにメーサーがあってね、前も紹介しましたけど、あのマグマのとことかもね、ちょっと行ってみたいよね。なんか廃坑とかね、近くにポット空いてないかね、なんかそういうのもちょっと探してみたいです。はい、それでは行きましょう。まったり行きましょう。前の村と今ここで見つけたメサ村の距離がかなり離れているので、トロッコでつなぐよりも、そのネザーですよ。ネザーっていうのはこの普通の世界の8分の1のスケール、ちょっとちっちゃい縮図みたいな感じになってるらしくて、ネザーを経由して、なんか特定の位置に自分で計算していけば、多分元の村に8分の1の距離感で戻れるということみたいなので、どうすればいいのかな。一回ここでネザー作って、ネザーに入ってすぐ出て、で一回自力で自分の村戻って、そこでもネザー作って、でネザー経由でここに戻ってくるみたいなことすればいいのかな。ちょっとその辺のシステムがよく分かってないんですけど、とりあえず目標はネザーにして、ネザー経由でどういう形が分かんないけども、前のあの僕がねでかい打ち立てたところに戻るということをちょっと目標にしてやってみたいなと思います。で、その前にちょっと探検だね、行きましょう。あれ、鳥さんこんなところにいた。いんのかよ。メサのとこにもいたんだ、鳥さん。それこっちのセリフだわ。久しぶりっすね、なんか鳥さん。なんかいるんだ、ね、来るんだ。なんかあれ、久しぶりっすね。結局来ちゃうんだ。なんか最近なんか一人でラジオとかねやってたのを聞きましたけど、久しぶりですね。またお前と暮らすのかよ。こんなところでも会うなんてね。こんなとこでもってお前が来たんだろ、こっちに。みんなよ、恥ずかしいだろ。これからもよろしくお願いします。あ、羊が、羊さん来てますよ。羊さん来てますよ。何で来るよ、羊さん来てますよ。羊さん来てますよ。じゃあ、私ちょっと先休ませていただきます。よし。じゃあちょっと探検ですね。よし、じゃあちょっとまず村の中軽く見てみようかな。こんな感じで、村の人がこの辺に集まってますね。多分ね、これね、前やりましたけど、村の中心がこの辺にあるんですよ、きっと。はい、狭い家ですね。で、なんか埋まってんな。これどんな家だろう、これ入り口どこ、この家入り口どこ、これ埋まってんね、完全にね。入り口をちょっと掘り起こしますよ。ほら、やっぱりこうですね。うわ、閉じ込められてた、閉じ込められてた。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。あなた、生き埋め状態になってましたけど、はい、こっからね、見えんのに、外見えんのに、はい、そういうね、誰も助けてくれなかったんですね、はい、そういうスポーツです。はじめまして、スポーツです。それ出てください。はい、であとはここも大きいですね。お邪魔します。家具がゼロですね。よくこの家あるよね、このタイプの家もあるけど、家具ないです。そしてここは肉屋ですね。これは肉屋です。このタイプはお肉屋さんですね。はい。だんだん俺も前から慣れてきたね。いろんな。何者だ。どうした。何者だ。お前はどこにいるんだ。幽霊ですか。お前こそ。幽霊ですか。人の家に。足が見えませんが。足。どういう状況なんでしょう。俺が聞きたい、それは。よいしょ。何者だ。失礼。で、次はこっちね。こう、草生えてますね。買っときましょう。そして、ここは、ここ扉ないですね。
これ家としてカウントされてませんね、扉がないので。おっと、空洞だ。ここも家ないですね。この3個の建物はないのと等しいですね。お、なんかありますね。なんかあるんだけど、ちょっと俺、松明がないんで、木を切りに行かなきゃいけないのか。ちょっと大変だな。今日はちょっと、やめてきます。あとは、村の全貌はこんな感じかな。ちょっと教会の中も入ってみようかな。あ、ここ、図書館みたいな感じなんだもんね。はいはい。どちら様ですか。おこんにちは。どうも。どちら様ですか。師匠です。どうも。こんにちは。どうも。はい、遠くから来たんで、はい、ちょっとそれは今後ともよろしくお願いいたします。それは分かってます。前の村に帰ろうと思っていて、お名前はネザーっていうところを経由して、あなた前僕すごい実はすごい大きい家持ってるんですよ。あなたのすごいでかい家持ってて、あなたのお名前をまずそこにちょっと帰りたいんですよ。ここはここと行き来できるようにしたいんで、この村のなんかいろいろお世話になることもあると思うんですが、この村、この村の人しか使えない、その、いやちゃんと俺の話聞いてくれたな。まずあなたのお名師匠さん。で、ここが、前埋まってたね、教会です。お邪魔しまーす。おー、どうも、こんにちは。はじめまして、私この村に来たね。三崎と申します。あいつ何なの。屋根登るか。屋根登るだわ。あいつ屋根登るだった。名字が屋根で名前が登る。屋根登る。うわっ、おう、屋根登るね。どうした、どうした、どうした、どうした。ラブラブいますけど、あの村人さん。おい、ああそっとしといてやれ。ああちょっとすいません、そっとしといてやれ。ちょっとここで二人がラブラブしてたんで、すいませんね。なんか、はい。恥ずかしがってあっち行っちゃった。いや、今バレバレでしたよね。バレバレでしたよね、今。ここの穴に二人で入って、ツッツしてましたよね。まあ、ちょっとメサ方面ちょっと見てみましょうか。メサ方面。この辺のメサね、観察してなかったから。おっと。お、穴ありますね。穴がありますね。松明持ちたいな。穴結構あんのかな。松明がないからな。むき出しの炭鉱とかないよね。あ、んでこのメサのメリットなんだとかって俺前回言ってましたけど、メサのいいところっていうのはこの片焼き粘土が大量に手に入るっていうのがすごくいいらしいです。粘土ってのはなかなかない。それが、ここには大量にあるということで、建築がねすごく楽しくなるっていうことみたいです。あそこの山登ってみようかな。メサ山、はい、こちらが頂上ですね。うわー、これが北の山です。ちょっとこの赤目のやついいよね。これだからまず自分の家をちょっと軽く建てた方がいいのかな。前みたいな豪勢な家ってよりはこのメサの地形を生かした片焼き粘土ハウスいいかもしれないね。では東、南の方に向かってみましょう。南の方には海かと思いきや湖があります。あー、いいね、いいね、景色が非常にいいですね。で、ここは結構浅いのよ。遠浅っていうか浅い感じになってて、鳥さんどうも。どうも、泳ぐの好きだよね、鳥さんね。で、じゃあこのまま東の方に行ってみましょうか。おっと、おっと、おっと、出ましたね。峡谷ですね、峡谷です。あっちの方が暗いね。ここも探索してみたいですね。はい、ここだ。はい、溶岩池ありましたね。で、ネザーゲートってやつを、作ってネザーに行くわけですが、そのネザーゲートっていうやつを作るためには黒曜石っていうのが必要なんですよね。で、ここに溶岩あるからこれ使ってなんかできそうだよね。資源がバッチリ揃ってますね。何にも不自由しない、地形だと思います。素晴らしい場所ですね。あとは北の山だね。最後は北の山はまあこんな感じ、こんな感じです。はい、ということで、村を大体見て回りました。
じゃあこっから今日どうするかだな。屋根登る。屋根登るはずっと屋根に登ってんだね。こんにちは。ああ。気持ちいいっすか？そこ。ああ。なんかどういう気分で登ってんすかね。やっぱ景色が綺麗ってことなんですかね。どういう気分？なんかいろいろ考え事っていうか、まあ村の人とね、いろいろやっていくのも大変なんでしょうね。そんなことはない。じゃあちょっと僕も登ってみますわ今。おう、来いよ。こんな感じですかね。ああ、綺麗だろう。こんな感じですか。それでいい。おお、めっちゃうなずいてくれた。こんな感じでいいみたいですね。ああ。いいですね。またうなずいてくれ。タイミングいいな、お前。お前うなずくのタイミングいいですね。お前ってな。すごいタイミング良すぎ。じゃあ、ここで、ちょっとしばらく眺めてみます。ああ。いい景色ですね、やっぱり。綺麗だろう、この景色。じゃあ、ちょっと、行きますわ。ああ。お邪魔しました。ちょっと、とりあえず、粘土いっぱい置いてみようかな、ここに。ちょっと待って、整地、軽く整地します。はい、ざっとですね、整地してみました。よし、行くぞ。茶色ね、茶色の色付き粘土をどういう形にしようかな。1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6。これだと豆腐になっちゃうから膨らますか。2 3、こんな感じか。これでいこうか。この意味なく膨らませる感じがね、これコツなんですよ、きっとね。これコツなんですよ。ちょうどいく？ 1,2,3 なくなって、おう、はい、ちょうどです、できました。ハートみたいになったね。で、床部分はじゃあこのこれ白いっちゃおう。家の中はなるべく明るい方がいいもんね。おー、いいね。なんか全然家っぽくないんですけど、これ大丈夫かな、これ。おお、何これ、何これ、お菓子みたい。じゃあ次は、じゃあ柱だけこの赤にしようかな。すげえいいじゃん。あー、これこうしようかな。じゃあ作業台もこういっちゃおう。作業台ここで、ちょっと足1個ください。で、天井の高さなんですけど、1個ブロック1メートルなんで、1メートル、2メートル、3メートル、これ4メートルだと、4メートルはちょっとね、高すぎんじゃねえかなって言って、これさ、これでもうちの天井だとこれさ、だから俺が3メートル半だから、こう4メートルあるから、あ、でここも赤にした。俺結構ね、でもかなりの粘土が必要だな、これ。全然赤足りねえや。はい、こんな感じで、これが側面かな、こういう感じ。すごいな、粘土の家って。粘土の家ってすごいな。なんか、なんて言うんだろうね、のっぺりしちゃうよね。あ、なくなっちゃった。あと黄色しかなくなっちゃったか。じゃあとりあえずベッドだけ配置して寝床作ろう。とりあえずじゃあ適当にこの辺置いとこうね。おやすみ。ふぅ、いやー、行き当たりばったりだな、俺のマイクラ。で、ちょっとチェストだけ作らせてください。物が溢れちゃって、チェストを、よし、これで、よし、なんか整頓された感じ出た。よっしゃー。はい、ということで、今回は特に何をしたって感じではありませんが、この辺でね、終わりたいと思います。次回からはね、ちょっと私木とかいろいろ切ったりとかして、資源とか集めておこうと思います。目標としてはネザー、初ネザーに向けて、いろいろと、羊さん、そこオレンジだから、オレンジだから、初ネザーに向けて、ちょっといろいろ準備を進めていきたいなと。あと、地図もね、持った方がいいって言われてるので、地図作りたいんだけど、地図作るには、鉄と、レッドストーン、あと、紙が必要なんで。
ブランチマイニングもしなきゃいけないしということでちょっといろいろ忙しくなってまいります。なのでちょっとこの村で資源集めとかを進めて、その後にネザーを作ってネザー突入して、そっからまた考えようという感じでございます。それでは以上、セテコージでございました。これからも頑張ります。じゃあの、どうもこんにちは、キュエです。よろしくお願いします。みんな暑いだろ、今夜とか寝てるとき暑いだろ。暑い季節がやってきたぜ。私キの季節が、キの季節がやってきたぜ。みんな暑いか暑いか、エアコンいつつけるんだ、そのタイミングを、そのタイミングはいつ頃なんだ。もうエアコンつけてるやついるんじゃねえのか。俺はまだつけてねえ、俺はまだつけてねえぞ。お前ら先にエアコンつけたもんが負けだ。どこまでこの暑さに耐えられるのか。さあエアコンをいつつけるのか、みんなのコメントお待ちしてめー。